クリスティアン・ファンベルガークリスティアン・ファンベルガーは、オーストリア、ユーデンブルク出身の自転車競技選手。1999年、世界軍隊選手権、ロードレース優勝。2001年に、国内選手権、U、U-23 個人ロードを制覇し、2002年に、プロ転校。もっとも、長らく所属チームは、コンチネンタルプロチームなどの地域チームだったため、 UCI プロツアー対象レースなどのメジャーレースに出場する機会はほとんどなかった。この間の主たる実績は2006年のオーストリア一周総合3位、2007年の国内選手権エリートロードレース優勝など、2008年にコンチネンタルプロチームであるバルロワールドに移籍、アムステルゴールドレース6位、フレッシュはロンヌ9位、リエージュバストーニュリエージュ5位という形で、 春のクラシックレース戦線で検討。その後、2年連続の国内選手権、ロード制覇、世界選手権、個人ロード8位などの実績を挙げた。前年の一連の実績が認められ、2009年シーズンは大型補強を行ったことで話題を集めることになったカチューシャに移籍することが決定。自身初となるメジャーチームでの活動となる。 エド市シムズ ZVVZ に所属していた2004年、ドーピング陽性反応により、同年6月27日から2006年6月26日までの2年間、出場停止処分を受けた。2009年5月6日、所属するカチューシャより、同年3月19日に、自宅で行われた検査において、陽性の疑いが持たれたとして、出場禁止が言い渡された。 サイクリングニュース2009年5月6日付記事、ありがとうございます。